日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ッペイ子供と一緒に宇宙から言ってます日本語コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですかえ、今日はミニマリストと文化についてはいはいはい皆さん元気ですか日本語コンテッペイの時間ですねあのまあ前回の話を覚えてますか前回は あのなんかこう、まあ、ユニークなファッションと、まあ、安全でつまらないファッションそれについて話して、まあ、同じようにこの世の中でですね結構、まあ、どちらかといえば安全なあのつまらないファッションを選ぶ人が増えている。でファッションだけならまだしもあの意見とか生き方とか。 まあ、そういうものもできるだけ他の人と違わないようにあの変な人と思われないように安全にしすぎてつまらないあのことが多いんじゃないのっていうちょっと批判的な話でしたね。まあ、あの今回はですね、まあ、あのちょっとまた別の話なんですけどミニマリストと文化について話してみたいと思います。 あのミニマリストと呼ばれる人たちがいますよねまあもともとねもともと日本だって結構こう少ないものを大事にしようみたいなね、まあ、そういうアイデアはあって昔はお金もなかったしね結構大切に、まあ、一つの着物だけをずっと使うとかね、まあ、そういう文化があってただねそれはちょっと今の現代のミニマリストと少し違うんですよね。 だから昔のなんか着物を2つしか持ってない人みたいなのはまあやっぱりなんかこう親からもらった着物とかねあのなんかこう大人になった時にあの初めて買った着物とかなんかすごくこう思い入れがあるんですよね。で昔の服を作るあのシステムとしてはまあ一つ一つ手作りですよね。 手でで作ってたので、まあ、同じものはないんですよね同じようなデザインはまあもちろん同じようなデザインはあるけどパターンは全部違ったりあの、まあ、道を歩いてて自分と全く同じ着物を着てる人がたくさんいるってことはないですよね。ちょっと、まあ、時代が違うで今ですねあの例えば YouTube でまた YouTube ですけどね YouTube でミニマリストの 話とかあのミニマリストユーチューバーとかいるんですけどほとんどの人は何を言っているかというとあのあ僕は服はすべてユニクロです、ね、ユニクロのあのー、この白い T シャツと、えー、黒い T シャツ、えー、あとこのジャケットもユニクロです、えー、いつもユニクロだけですユニクロで十分ですよ、ね、服はすべてで あの着しかありません靴は全て、えー、あのなんかコンバースですみたいな、まあ、とにかくですよとにかくあのまあファッションをもうあのもうファッション放棄してる状態放棄するというのは、まあ、捨てるみたいな感じですよね。 ミニマリズムっていうのはあの基本的に捨てる行為です。捨てなければミニマリストになれませんなのでたくさんものがあることをちょっとこうまああのなくすためにねものを捨てなければいけないまあ近藤こんまり近藤まりえさんとかがいろいろ言いましたよねものを捨ててくださいと。 でまあ、物を捨てるのはもちろん大事なんですけど例えば本を捨てる例えば漫画を捨てる例えば、えー、服を捨てる例えばあのもう全て捨てるんですよ。で、まあ、確かにね例えばあのゴミの中に住むのはだめだと思いますよもう家の中はゴミ屋敷みたいなねゴミが多い家。 あの本当に座る場所がないとか歩く場所がないとかそれはちょっと問題だと思うけどでもそのすて,て文化なんですよねでまあ例えばですよ本を買って読んで捨てて本を買って読んで捨てて本を買って読んで捨ててまあそれを繰り返すんだったらいいけど。 ミニマリストの中にはやっぱりこういういい人もいるんです例えば「あ,あ僕はもう本を読むのはやめました」ねえ「僕はもう服を買うのはやめました」「もうユニクロだけです」えー「僕はもう、あのー、インテリアな,などを買うのをやめました」ね「無駄です」みたいなそれって結局文化をもうやめる文化的な生活や好奇心をもう持たない。 そういういことなんですよね全てのものはやっぱり人間が作った文化で、えー、服とか本とか、えー、インテリアとか全てはやっぱりこうそこに文化があるんですよね。でミニマリストになって「あ僕はもうこれからユニクロだけを着ます」これはもう完全にファッションをファッション文化を捨ててるのと同じなんですよね。僕ははもう漫画を読むのはやめました これはもう漫画文化を捨ててるのと同じなんですよね。だから物を捨てるっていうのはもちろんあの最初に言ったようにある程度は大事ですけどそのアクティビティ自体を捨てるミニマリストになった場合じゃああなたに何が残りますか、ね、何が残りますかいや僕はあの自分の体にインベストメントをしてます。 えー、ジムに行きますはいいいですよ <laughs> ジムに行ってじゃあ最近何,何かあの面白い漫画読みましたか最近何か面白い本読みましたかああ僕は本読まないミニマリストだから本を買いたくないんですうんあそうですか最近何かあの面白い服見つけましたかああ僕は服も興味ないんですはい <laughs> わかりました。じゃあ何の話しますか。じゃあミニマリズムについて話しましょう。ね、ミニマリストになる方法。捨てる捨てる捨てる。いやいいですよ。わかったわかった。わか,かりました。捨てることはわかった。わかったけどじゃあ何が残ったんですか。<laughs> いろいろ捨てて何が残りましたか。ね、この問題ですよね。まあ一つの批判ですね。これは一つのね。だからまあ僕もずっと結構ミニマリズムって ミニマリストになる。あの良さみたいなの、ずっと言ってきたと思うんですね。まあ、物がたくさんあって、あの自分が好きなものも見つからないぐらいに。こうゴミ屋敷みたいになるのはそれは問題ですね。だから結構シンプルにした方がいいと思います。そう言っていたけど、よく考えるとね。やっぱり文化っていうのは？ある程度物が必要なんですよね。文化的なものっていうのは、ね、もし。 もしですよもし世界中の人が「ああ僕はもうユニクロの服だけで十分です」ね「ほ、えー、他のファッションをチェックしません」「もうそれはもうファッションが終わる」「ファッションは終わりです」ね、ということになるし「ああ僕はもう本は買わない」「すべてオンラインで、あのー、YouTube 見たりインスタグラム見たりで十分です」と誰かが言ったら、えー、それはもうあの本という文化が終わることなんですよね。 まあもちろんその n d l e で本を読むとかねその電子書籍を読めばいいけど電子書籍をだけを読む電子書籍だけを読むってことは紙の本の文化は終わるっていうことなんですね。これ本当に難しい問題。も、う、の、ん、の量とそしてあの文化の,あの,あの存在ですよね。文化の存在に にとってはある程度物が必要なんですね。物は文化だから、あのそうなんですね。これ本当に難しい問題ですよね。人間が作ったものって必ず必ずじゃないけど、えー、今までのものは物が存在するんですよね。最近はまあソフトウェアとかあのアプリとかそういうものになってるけど、でもあのそれまでですよねずっと物があってその物たちをどういう風にこう 楽しんでいくかどういうふうにこう整理整頓していくかこの狭い部屋の中で自分の好奇心にあの見合うようにものを増やしていくとものが増えすぎるんですよねこの狭い部屋の中に僕の興味がもう大きすぎてものがもう部屋に入らなくなっちゃうでそういう経験を今まで何度も何度も何度も何十回もしてるから。 やっぱりこうあやっぱりミニマリストになった方がいいかなとたくさんの人が思うんですけどミニマリストになると文化的な人間でなくなったりする難しいんですよねやっぱり欲しいものを買っまあ例えば服なんて買って服を着て服をこうやっぱり感じないと楽しくないんですよね見ているだけで楽しくないしねでユニクロだけ着ても楽しくないでしょだからファッションが好きな人は ついつい服を買いすいちゃうし漫画が好きな人はついつい漫画を買いすいちゃうしでもそれは仕方ないと思いますやっぱり文化を好きっていうことはある程度物に囲まれて生きるっていうことはまあ仕方ないし楽しいからいいじゃんっていう考えに僕は最近変わってきました物がない部屋に住んでいるっていうのはあの一見ね一見 なんかこういい感じがするけどまあその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 理由は例えば毎日 Netflix だけを見てるからとか毎日あの携帯電話とかあのコンピューターで全てこうクラウドにあるものを読んだり見たり聞いたりあとはねそのオンラインで全てをやってるから。 えー、物がないですっていうのはちょっとあまりに寂しい気がしますよね。あ、そういう生活ですかね。<laughs> 物が何もない。はい。物が何もないっていうといいけどね。でも現実はスクリーンタイムしかないっていうことじゃないの？ね。もしくは趣味がない、興味がないということだとしたらそれは結構寂しいことですよね。はい。まあまあ、まあ、一つの意見です。というわけでちょうちょアスタレゴまたねまたね。ま i don't know